拙者は国開くことに必ずしも諸手を挙げる者にはござらぬ。また他国と戦を望む者にもあらず。今条約調印を眼前に控え、国の舵取りを任されし者として大事なるは試験にあらず。大事なるは我が国の命運にござる。申し上げます、あの霊峰は条約調印を祝したものにござりまする。では朝廷との話し合いは終わったということか。いえ、朝廷との話し合いはないまま調印したようにございまする。何？御三協の慶喜さんは翌日が途上日だ。内外ともに多事多難にてお役目ご苦労にござる。恐れ入り奉りまする。ところで。はい。アメリカとの条約は調印されたようだが、その前に朝廷との約束はいかが相なったのじゃ。恐れ入り奉りまする。やむを得ぬ事情がござりまして、朝廷とのお約束果たす間もなく調印せざるを得ぬことに相なりました。まことに恐れ入る次第にござりまする。まあやむを得ぬ事情があれば致し方ないことであるが、ただ約束も果たさず調印の結果を一辺の報酬をもって届け話にするのは不敬ではありませぬかな。恐れ入り奉りまする。もちろん無断調印は堀田備中の責任であり、飛脚をもって報酬を届け話にした責任は松平伊賀の神にあったとのこと。いいえ、すべては拙者の責任にござりまする。まあ大老の立場は難しいものじゃ。何も知らなくとも責任を口にしなくてはならぬ。恐れ入り奉りまする。何もかも拙者の不徳の致すところにござりまする。ところで将軍家の御用訓は決まりましたかな。はい、内々に紀伊の義富様に決まりました。おお、それはめでたいことじゃ。ありがたきお言葉にござります。その刑部卿様におかれましては、義富様の後をおぼし召しにござりましょうや。ない。大老はいかがにござりましたか。決断は早そうだが考えは足りぬようじゃ。刑部卿様はいかがにござりましたか。春斎の噂高いお方だが、自ら御用訓にならぬと仰せになるなど、まあお若いということじゃ。御自ら仰せになったのでござりまするか。そうじゃ。これで御用訓の一件は片付いたも同然じゃ。噂によると慶喜さんが御大老に会った翌日に、成明公をはじめ水戸藩主の義篤様、徳川義勝様、そして松平春嶽様が揃ってご登場になったらしいんだ。ところがこの日は登場日じゃなかったから押しかけ登場ってことになっちまって大騒ぎになっちまった。早く呼んでまいれ。はあ。久保様は
断固たるご決断にて天下を乱す者は容赦なくこれを罰するとのご意向じゃ。まず水戸藩徳川斉昭富士途上につき御政道を乱した罪は重く、これを謹慎といたす。藩主徳川義敦も同じ罪にて当分の間途上停止。尾張藩主徳川義勝、福井藩主松平春嶽は御家門審判でありながら水戸の老人に操られ同じ罪を犯したことにより隠居謹慎を命じる。そして一橋徳川義信にも当分の間途上停止の処置をいたす。いつものことだけど、公方様のご不幸は半月以上伏せられて、義信さんたちへの処罰は公方様の命令ってことで発せられちまった。